皆さんおはようございます。朝刊原田の時間です。今日もお目覚め最高だと思います。メンタルトレーニングシリーズ大好評です。さて、今日の朝刊クレードです。早速いっちゃいましょう。何かな、今日は。今日のクレードです。静かな曲でリラックスアップ。今日のクレードでした。元気アップでいってらっしゃい。静かな曲でリラックスアップ。わかりますよね。わかるよね。ね。音楽っていっぱいあって、いろんな曲あって、僕も大好きやし、映画大好きやから、映画のテーマソングとかあるけども、興奮しすぎて、自分を見失ってしまうという時もあるんですね、僕なんかね。特に興奮しすぎると、怒りの感情なんかがあると、対人で失敗することがあるので、ね。だからそういう時は、一遍場を離れるか、ね、怒りの感情を、まあ、アンガーマネジメント、またお話しますけども、怒りの感情を落とすようなテクニックがあって、自分を抑えるか、夜には怒りのメールとか、怒りの電話しないって夜はあかんねん、これ。怒りで、逆に行き過ぎて、言い過ぎてしまったし、失敗するタイプやから、夜は皆さんも気づけた方がいいねんね。ね。まあ、そんなこともありますよね。で、それで、曲っていうもの、その、ある曲を聴くと怒りが収まるとか、ある曲を聴くと自分の、リラクセーションにつながって、いわゆる平常心、調子が出る状態に戻るということなんです。どうでしょうか？皆さんはどのような曲を聴かれると、イライラが収まったり、ストレスが軽減されたり、本来の自分に戻るでしょうか？我々がテーマとしている今、ここ、Here and Now、今、ここに自分を戻すことができるでしょうか。興奮しよったらあかんやんね。ねえ、興奮しよったらもう大変なことになりますよね。だから、どのような曲を聴けば皆さんがリラクセーション、興奮、怒り、ストレスが収まって、自分自身に戻るでしょうか。それが今日のクレード。静かな曲でリラックスアップということですね。僕はね、いろんな曲があるんですけども、マライア・キャリーさんっていう人を好きでね、ヒーローっていう曲があります。この曲を、聴くと、いろんな経験、体験を思い出してね、自分はね、非常にね、ゆったりとね、落ち着いてくるんです、これ。それから映画が大好きで、タイタニックっていう映画がありますけども、それのね、セリーヌ・ディオンさんの歌、これ聴いてもね、非常にね、リラックスします。それから、瞑想なんかには、このような曲がいいですよっていうのが、たくさん出てますから、そこからも、2、3種類、引っ張ってます。それから、西本智美ちゃん、教え子の女性指揮者ですけども、智美ちゃんの、指揮するクラシックの音楽もいいですね。だから、3曲から4曲ぐらいの曲がありまして、で、自分が興奮して心臓バクバクドキドキで怒りが高い時なんかは、その曲を意図的に聴くんです。そうするとね、収まってくるんです。これ。で、人間って、不思議なもので、オペラント条件付けって言いますけども、ヒーロー、ね、マライア・キャリーさんのヒーローを聞くと、平常心に戻ると。ね、聞くと、戻ると。聞くと、戻ると。まあ、そのことを意図的に繰り返していけば、その曲が流れてくるだけで、自分のリラックス状態に落ちる、戻るという。まあそういうふうにしつけていくというメンタルをトレーニングしていくといいという言われてるんですね。ぜひ皆さんが、リラクセーション、リラックスできる曲をいくつか、決めていただいて、それを日常の中で何かイライラとか興奮度が高い時に意図的に聞いてください。流して。そして、落ち着いて、リラックスできた自分をそこで確認、確かめてください。それを何度か意図的に繰り返してみましょう。そうすると、その曲が皆さんのイライラを落として、リラクゼーション、リラックスに早く持っていったり、上手にリラックスできるようになります。ね、感情のコントロールですよね。ぜひ、ご自身のマイリラクゼーション曲を、まあ、2、3曲、3、4曲かな、決めてみてください。それを決められて、日常の場面で、試してみてください。効果絶大だと思います。テクニカルですけども、非常に、
正しい、効果のあるやり方でした。静かな歌でリラックスアップでした。マライア・キャリー、タイタニック、ぜひ、聴いてみてください。西本智一ちゃんの曲もよろしくお願いします。元気アップで行きましょう。気持ち切り替えて。はい、拍手お願いします。よー、お、いってらっしゃい。リラックスできたら、作業効率高まったり、イライラが収まって、人間関係のトラブルなくなったりするからいいんじゃないですか。ね。F 音の1、イラギという言葉がありますけども、クラシックの曲を聴くと、感情気持ちが静かな曲で、リラックスするので、どん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 落ちるわけです。ずーっと。あんまりリラックスしすぎたら、アヘアヘアヘアなんのちゃう。どっちかやったらちょっとこう戦闘的に、うっとるわいって形でカキーンっていけへんかったら結果出へんのちゃおうかな。